岩石海岸の霊岩石海岸とは、山地、丘陵、大地が直接海に迫っている地形において露出した岩石からなる海岸である。磯浜海岸とも呼ばれる。海岸地形の一種であり、海岸地形は岩石海岸と砂浜海岸に大別される。岩石海岸は山地が海に迫っているところに発生することが多く、出入りが複雑な沈水性の海岸線に、 発生しやすい。また、侵食作用の働きで、会食台、発食棚をはじめ、会食崖、会食堂などがよく発達し、海岸線が複雑なことから、天然の良好となり、漁業が発展していることが多い。日本では、瀬戸内海一帯や九州北西部の海岸に多く、見られ、また足摺岬、室戸岬、能登半島、佐渡島などの海岸段丘の発達した。 流気性の海岸でも見られる。岩石海岸の侵食は、主に波による、侵食、風化、生物学的侵食などの作用に影響を受けることで起こる。また、これらの作用の他にも、陸上に働くマスムーブメントや、河川、氷河、風などの作用にも影響を受けている。波の侵食作用は、波形勾配の急な波が押し寄せるところや、突出した岬の周りに、 波が集中するところ、波の作用に影響を受けやすい、脆い採設物のあるところに特徴的に見られる。ここでの波の侵食作用には、波の振動や、波による岩石への打撃、波と岩石の間の空気の圧縮、静水圧の変化、波による作間などが含まれ、前の四つは主に再波体や、磯波体で起こる作用である。また、波が、 岩石に当たる際、波と岩石の間にある空気に高い圧力がかかったり、高速で動く波の圧力で水が岩石の割れ目の中に押し込まれ、その割れ目に閉じ込められた空気を圧縮したりして岩石を剥ぎ取ってしまう。佐久間とは、この時剥ぎ取られた岩屑が波によって動かされることで崖を削る作用であり。 この細かく砕かれた岩くずが海底の上を移動することでプラットフォームは削られてゆく。海岸における風化作用には水和作用、塩の結晶作用、岩石の膨張、緩み、凍結作用、溶解などがあり、高潮位付近で強く働く。海水面付近の風化は、近質で、細流、水平層理を持つ堆積岩に最も強く働き、そして波による、 侵食作用によって運ばれる岩屑ができる。海岸の凍結作用は、高緯度地方、特に崖の面に永久凍土や雪から淡水が供給されるような場所で、岩石破砕作用として重要であると考えられている。生物による侵食作用は、軟体動物、海面、万脚類などの生物が、堆積物や岩盤を越したり、削ったり、穴を開けたりすることによって起こるもので、 その多くは、熱帯の旋回で起こる。平均高潮位付近で、青、緑藻類が石灰岩の溶解を促進したり、海中の生物が光合成をやめる夜間に、熱帯の浅く暖かい海水が石灰岩の穏やかな溶剤となるのがその例である。海岸では、海水の作用によって陸地が侵食されるが、そのことを海食という。また、常に、 海水で覆われている部分よりも長肝体の方が侵食の影響を受けやすく、その解食作用によって形成された侵食地形のことを解食地形と呼ぶ。さらに解食作用の中で最も中心的な作用は破食であり、破食作用によって形成された地形を破食地形と呼ぶ。岩石海岸では険しい崖とその全面に広がる。 高調面から低潮面のやや下までの範囲で、緩やかに傾斜したプラットフォームという特徴が見られる。しかし、実際は海岸によって、岩石の種類や大きさ、構造、波などによる侵食度合い、海面変動の度合いが違うので、岩石海岸に見られる地形はそれぞれ異なってくる。海食崖海に面した山地や大地で、主に波による侵食を受けてできた崖のことであり、 破色崖とも言う。山地が沈降支給斜面が浸水するとその斜面は波による侵食を受けるため崖の下部に海色窪ができる。下部が窪むとやがて上部は崩れ落ち、これが繰り返されることで崖は交代していく。崖の交代は波による打撃のほかに岩盤の悪めに入り込んだ水や空気にかかる圧力によって起こる。崖の下には岩石が削られた後、 ほぼ平坦な破色棚が形成され、さらに破色が進むと破色動が生じることもある。海色崖の交代の速さは、波の強さや打ち寄せる、回数、岩石の硬さなどに左右される。破色棚主に長寒帯にある平坦な台地のことで、崖の基部である、校長面から低潮面以下にわずかに傾斜しながら、広がっている。破色棚が形成されるためには、 海食を受ける岩石の抵抗の強さと海食の強さの関係が重要であり、岩石の抵抗の方が波に比べて強いと、その部分は離れ岩や小となって破食棚の上に残る。一方岩石の抵抗力の方が弱いところは逆に溝となる。また破食棚の形成には波による作用の他に、海食がけの基部が侵食され上部が崩壊したことで、 生じた体はくずが底を削るという作間作用も関係している。さらに、海面付近での著しい風化栄力も、破色台の形成に影響を与えている。海色台長艦隊に見られる破色棚と、小掛けを境にして一段階にある、海面下に見られる侵食面のことで、沖に向かって緩やかに傾斜している。砂や、粒手などで薄く覆われている。破色棚を侵食することで、 その重断面は、破色棚よりも平行に近づくとされる。波による選択的な侵食を受け、海色口が形成されることがあり、また海色台より沖側には、堆積地形が見られることが多い。波のエネルギーは陸に近づくほど小さくなるため、そのことが原因でできたものと言われている。岩石海岸では、様々な微地形が見られる。 離れ岩海色の強さよりも抵抗性の強い岩石の部分が陸地と切り離されて残った比較的高い孤立岩のこと。硬い日、成岩や古い堆積岩の含まれるところで形成されやすい。和歌山県の橋栗岩やイギリスのワイド島のニードルスが有名である。発色港プラットフォーム上に見られる溝状の備地形で砂や劣気が波によって運ばれて弱い岩石を研磨する。 ことが原因で形成されるものと黄血の連結が原因で形成されるものとがあるこの発色口は発色棚を破壊する解色口解色台に見られる溝状の微チ形で総理や節理断層などの柔らかい部分が選択的に侵食されることによって形成されるこの解色口は発色棚を刻む発色口と連続している発色窪ぼ発色作用や 海水の溶解作用によって、海色がけの下部にできる、微地形で、奥行きより、幅が大きいくぼみのこと。海色動雪理や断層、断層破砕体などの柔らかい部分が、波浪の選択的侵食を受けることによって、海色がけの下部にできる、微地形で、幅より、奥行きが大きいくぼみのこと。長く突き出た岬が、両側から波による侵食を受け、 その侵食が進んで、海食道がトンネルのように、両側に開口するとそれは、アーチや、海食道門、天然橋となる。蜂の巣風化風化作用で岩石の表面に、蜂の巣のような穴が開くこと。直径数センチメートルの多数の穴が、蜂の巣状になっていて、砂岩の表面に見られることが多い。フォに風化作用で、 岩石内部の物質が除去されることによって、岩石の表面に空いた円形や楕円形の穴のこと。加工岩類のような結晶質岩によく発達する地形ではあるが、砂岩や石灰岩、凝灰岩でも見られる。穴の直径は数十センチから数メートルで、主に地中海性気候帯や熱帯、亜熱帯の乾燥地域、湿潤気候の海岸での発達が見受けられる。 この地形の成因としては、塩の結晶作用に基づいた、塩類風化が挙げられる。凹血川床や貸しの硬い岩石の表面にできる、円筒形の深い穴のこと。岩石の表面にできた穴の中に、つぶてが入り、流水の力でその歴が回転し、岩石を削ることで深いくぼみができていく。主に砂岩や、血岩などの堆積岩、加工岩などに見られる、微地形である。 穴の直径は数センチから数メートルで深さは様々である。キノコ岩乾燥地帯で見られる岩石で岩石の髪型がキノコ状に大きくなっているもの。乾燥地帯では植物があまり育たないため風の働きが強くなりその風が砂を巻き上げる。ただし砂が巻き上げられるのは地表数十センチ程度であるため砂は岩石の基部のみを侵食することになり岩石は キノコ状になる。海岸では波打ち材に生息するサンゴ礁の基部が波や生物によって侵食されることで発達する。侵食が進むと根元が折れてしまうことがある。鬼の選択眼硬さの違う砂岩と霊岩の交互に重なった地層が長年波の侵食を受け、柔らかい霊岩が削られ、硬い砂岩が残ることでできる備蓄計である。 この地層は傾斜しているため階段状に侵食されるが、その地形が洗濯板のように見えるのでこのように呼ばれる。日本では宮崎県の沈島が有名である。日本では岩石海岸についていろいろな研究が行われている。その内容は日本各地の岩石海岸についてであったり、岩石海岸の備地形や岩石海岸の侵食、岩石海岸に生息する生物についてであったりと、 様々である、ありがとうございます。